はい、皆さんこんにちは、地域おこし隊の岡間です。今日はですね、こちらご覧ください。南幌町にね、ありますライディングパーク、馬にね、触れ合えると思います。こちらにね、取材の方を行ってみたいと思います。今日はね、撮影の方がいるんで、私画面に映っております。よろしくお願いします。お願いします。橋本くんでございます。はい、橋本です。では、行ってみましょう。はい、こんにちは、お忙しいところすいません。地域おこし隊の本です。この前ありがとうございました。今日はよろしくお願いいたします。うちの馬は比較的穏やかかなって自分では思ってるんですけど、11歳から26、7歳ぐらいまで。年齢っていうのは人間に例えると26歳だと何歳ぐらい？もうね、80、90の。あ、じゃあ結構いい年。もう間もなく王女という。馬って人の気持ちが分かるって聞いたんですけど、実際に本当に分かるものなんですか？これはちゃんとデータで研究してる人もいるから、はい、人間が不安があると馬にも伝わるとか、そういう、もうそれはもう間違いなく。馬と出会われて、こういうふうにやられるライディングパークをオープンされるきっかけっていうのは、松井さんはどういう経緯で？もともとは乗馬。乗馬で。乗馬で。それ好きで、ただ乗馬だけをやってたの？そう、ね、もう好き。夫婦で乗馬やってて、はい、すごくその優秀な先生、はい、手頃の高い先生、栃木県にいて、はいはい、それで月に1回だとかこう通って自分の技術磨きながら、はい、最後に先生に乗馬クラブ始めないか。はい、何歳ぐらいの時に？私があったのはね、53歳かな。それまでは乗馬趣味で、お仕事は別に馬とは関係ないお仕事だったんですか？こんな大きい施設というか、やるんならこのぐらい構えた方がいいだろうっていう。栃木で乗馬というかやって、南幌町に来て、いや、もともと北海道で乗ってて。ああ、そういうことですか。うん、北海道レベルじゃなんか物足りないっていうか、それでその技術の高い講師がいる先生っていうのは、はい、全国乗馬クラブ振興協会っていうのが、JRA の下部組織で、はい、インテリアをね、なんとか生かそうっていうことで、それでその乗馬クラブぐらいしかもう生きる道がないんですよ。その競走馬の、競走馬引退すると。あと行ける場所はまずないです。動物園でも道もらえないし、全国でじゃあもう本当に馬でこういう乗馬クラブをやられるところに、なんかこうどん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 お話が来る感じなんですね。こういう馬いるけど引き取っていただけないかとか、そういう感じになるんですか？いや、向こうからは来ないですね。こちらから見に行って、競走馬っていうのは、はい、調教師さんが、はい、全責任持って面倒見てるんですよ。はい、だから所有者が、馬主さんがもう使えないと、うん、いうことで引退することになると、はい、調教師さんに任せるんですよ。うん、さんは、はい、それをその売っていくらか稼ごうだとかって、そういうことは考えないんですよ。競馬の番組って、はいはいはい、そしたら調教師さんはどこに出そうかっ
ていうふうに考えたら、はい、自分の懐も職員の懐も考えなきゃいけないから、ああそっか、それはもうより高く取ってくれるところへ、うーん、自分たちもこう毎年のように知ってる調教師さんにお金を預けて、はい、いいこう性格のいい子から回してくださいっていうのを助けてても、はい、全然来ないですよ、もう全国的に来ないですよ、それはなんかもうあれなんですか、偏ってどこかに行っちゃうとかそういう感じになるんですか。まあでも食肉ですよ。あ、え、まあ食べられる方に回されたりとか、競争馬もそういう風になるの。競争馬もちろん競争馬が、そういうことなんですね。例えば熊本とかで、まあね、馬を飼われてるのちょっと失礼なんですけど、馬刺しが有名とかっていうところでも、そういう競争馬を、まあ、回ってます、あの送り込んでっていうことなんですか。そうですそうです、運んでる。あ、北海道から、ええ、あの日高町が結構有名って聞いたんですけど、そういうわけではないですか。北海道って結構どこでも馬のなんか名産地というか、あのね、はい、あの副業でやってる人たちが多いんですよ。馬を持って日高山脈から、はい、うん、とオホーツクまで、はい、いろんなところで漁師さんが雌馬一頭持ってて、はい、そして馬、まあ、ちょっとした鉄橋の馬牧場があれば、はい、そこに雄馬いますから、うんうんうん、そしたら気に入った雄馬も種付けをしてもらうと、あ、そして生まれてくると常用馬になるか食肉になるか、あそこで選別されるというか、なんかあれなんですか、その才能っていうか、その筋肉の見たりとかの、まあ、うん、はあ、うん、で、まあ、一流身体能力もありますけどね、はいはい、まずはその性格が穏やかじゃないと乗馬乗馬クラブでは扱いきれないんで、数があるので、個人の趣味で例えば一頭持ってそれを乗れるようにしようっていうんだったらまた別なんですけど、はいはいはい、そっか、お客様を乗せたりとかっていう安全を考えると、うん、やっぱおとなしくてっていう、ちなみにこうやっぱ馬がこうたくさんいらっしゃっても性格ってそれぞれやっぱ違うんですね。違うんですね。お前は懐っこいなとか、ほら今日も甘えん坊だなみたいな。だからこういうところに回ってくると馬は比較的そういう馬が多いんですよ。はい、懐っこくて、ね、扱いやすくないと一人で何とも面倒になっちゃう。はいはいはい、はい、面倒なのはやっぱり扱いきれなくなっちゃうんで。かといってうちみたいに1回入ったらどんなことあっても出さないっていうのを決めてるから、あ、もう最後まで自分が面倒見るっていう、はい、だからもう生涯仕事しないで遊んでるのもいいし、次あのランディングとして乗馬をさせずに、それがあれなんですか、嫌だってこうだだこねるようなポーズですか。まあそれでもじゃあもういいよ、わがままでね、あとはねやっぱりこうすごく神経質な、風が吹いたら走るだとか、あ、そういうのもあるんですね。それで乗ってて、その辺もすっと狐がこう、はいはいはい、走ると立ち上がるだとか、はい、だから慣れないお客さんみんな落ちちゃうんですよ。だから怪我する、振り落としちゃう、こう暴れちゃうってことですか。うん、ロデオまではいかないんですよ、うん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 、立ち上がるのがいいんですよ。お馬さんとのこのやっぱね、まあ、お掃除というか、もう毎日やっぱりかかるものですか。うん、毎日しないとやっぱり馬の健康管理だから。はい。うん、松井さん自体はもうじゃあもう休みというのはもうあってないようなもんですか。もうその多分旅行行ったりとかっていうのはもう無理。無理。うん、それあれなんですかね。牧場を経営されてっていうのはもうそこはもう覚悟を持ってやる。ああ、そうです。うん、いや、これが商売繁盛で、はい、あの職員何人も雇えるんでね、はい、これやっときなさいってあの指示しておけば自分は遊んで歩きますしね、はいはいはい、そういうわけにもいかないし、全然もうかんないから、もうかんない、やっぱお客さんいらっしゃってその馬にランディングしたりとかそういうのがで経営が成り立つようなもの、で会員制の乗馬クラブですからね、はいはい、うん、まあ平日だと1回今お客さん乗ってますけど、はい、1回乗っても2500円、はいはいはい、ビジターだと少し
そこが6000円、はいはいはい、ビジターのお客さんを求めてるわけじゃないんで、基本は会員制のクラブです、ね、はいはいはい、10人お客さん来たって2万5000円ってことですかね、そうですね、その会員で。そしたら馬のご飯代とか、まあ従業員っても娘だけですけど、自分の人件費なんて今まで捻出できたことないんですよ。あ、そうです。もう与えるだけというか、そしたら娘の方も人件費で、はい、あとご飯代、あと光熱費だとか、そうやって考えたら、うんうんうん、もうギリ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 ずねですよ、もうずっとマイナスですよ。普通もあれなんです、そのサラリーマン時代というか、その前のお仕事の時の何か頑張ってきたもので、うん、どんどんもうそれでやっていくしかないし、あとは、はあ、うん、金融機関から買い入れて、うんうんうん、っていうね、そういう遅まってます。いやいや、愛がないとやっぱね、こうやってたくさんの面倒は見れないですからね、すごい。南部町の方っていうのはまたいらっしゃったりっていうのはあるんですか？あんまりないです。町外からの方が多いんですかね。決してその料金設定も高くもしてないし、はい、高級でもないんですよ、うんうん、遊びとしてね、はい、それこそゴルフ行くだとか、うん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 、そんなのから考えたら本当にローカルで安い料金で45分間楽しめるんですけど、いやいや素晴らしい。どうもね、うんうん、イメージ的に、うん、その高級だっていう、ね、これはでも実際思ってました。自分もその乗馬というか馬に乗ることイコールちょっとこうなんか敷居が高いというか、決してそうでは、あの武井さんがあの、まあ、もうぜひ、うん、あの、まあ、なおさらそうだって他の乗馬クラブなんかだったら1回あの45分間、はい、8000円だとか、ああ結構高いですもんね。そういうところでやっぱり会員でもあるんですよ。うん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 、まあ隣の町寺なんかだったら4000円からとか、はい、だから十分安いはずなんです。うん、地元の人はやっぱり あんなところで入りしたらみんなに種類の気になるみたいな、そういうのあるんですかね、うん、やっぱりちょっと馬で遊んでるっていうイメージ、うん、そうですか。でもね、せっかくこんな素晴らしい施設があって、もう天気の日なんか最高ですね、今の季節。ああもう気分気持ちいいと思うんですよね。マティさんの施設も今は乗ったりっていうのはないんですか？もう全然時間確保できないですから。あ、じゃあ奥様に任せて、そこは飼育というところ、走る、歩いたりする教育は奥様が今の、うん、ちょっと質問の方を少しだけ。まあそうですね、やりがいとかですね、大変なことみたいなのをちょっと教えていただければなと思います。やりがいっていうのはね、はい、あの生き物の相手だから、はい、その喜んでくれる反応があるんです、はい、それがやりがい。もう喜こいつをこいつら一生ここで面倒見ようと思ってるから、はい、だからあの何て言うのかな、気持ちが伝わるから、うんうん、喜んでくれるんですよ。馬もじゃあ例えばですね、こうこういうふうに投げてとかあるんですか？お父さんみたいになるんですね。これ夜のご飯を与えたら、はい、一回引き上げるんですけど、大体夜10時か11時ぐらいに一回見回るんで、はいはい、そうするとね、こういろいろこう遊んでの表情が出てくる。へえ、あのもう目でとか顔で表してくる。あのね、もう鼻つけてくるんで、はい、うん、そういうのを見てるとね、うん、嬉しいですね。うん、まあ、大変なのはね、うん、あのもう年が年ですから、例えば体調が悪くても、はい、病院に行ける時間がないんです。お世話を中心にということで、あ、朝は早かったりするんですか？朝はもう4時半か。4時半4時半ですか。で、まあ、午後10時まで見回りをするっていうことを考えると、もうほとんど1日つきっきり。そうですね、結構しんどいです。
だから体調が良くない時に、うんうんうん、それやっぱり自分に耐えなきゃいけないからね、はい、それが一番しんどいかな。大間さんっていうのは冬も強いもんなんですか？夏バテとか冬の寒いとかっていうのは、ね、結構ね、いわゆる家畜って言ってる生き物は、はい、あの暑さに弱くて、暑さに弱い、うん、寒さに強い。あ、寒さには強いんですね。だからこの建物も断熱材は入ってない、はい、あ、冬はもう室内冷えても大丈夫。まあ、南幌町だとすごいマイナスとかになるなりますよ ね、 でも大丈夫な感じ。札幌なんかから見ると、はい、最低気温がね、夏冬大体3度ぐらいは低いんですよ、はい、うん、それでもね、寒い方が元気。へー、夏のそのね、暑い頃はね、はい、今もう最近夏地球温暖化のせいかどうかは分からないですけど、ずいぶん、うん、暑いことが多いんですよ、はい、そうすると北海道だけでもね、家畜と言われてるのがね、2000くらい命を落とすんですよ。夏バテって、その暑さだけで、うん、脱水症だとか、大きい体持ってても弱っていくんです。1回それ症状できちゃうと、はい、あの保育するんですけどね、はい、間に合わないのがやっぱりうちではまだないですけど、うんうんうん、牛だとか、はい、ダイの鳥や、うん、そういうものなんですね。冬って、まあ、雪積もってて運動不足とかにはならないですか？あ、もうこの状態で報告状に出しちゃうんで、はいはい、あ、雪の中でも結構多い。そしてあと吹雪いたりしてると、はい、国内馬場があるんで、ああ結構人大体馬沿いを見て、はいはいはい、一緒に出すんです。あ、そしたらね、みんなで駆けて遊んでるから、あ、喜ぶんですね、やっぱ走りたいっていう、はい、素晴らしい。それが毎日だから運動不足にはならないです。特になんかこう、なっこくてお父さんって甘えん坊の名前は何て言うの？いやいや、もうみんなです。あ、みんなですか？うん、同じに表情もしてるんで、すいません、お掃除中に取材させていただいて、すいません、よろしくお願いします。昔からあのお侍さんの馬の担当者っていうのは、はい、馬っていうのはその、ね、人間の心を読んじゃうんだっていうのは書物にある。あ、もうその昔から引き継がれてるもんなんですね。だから書物にするのか、担当するなとか、はい、いろいろ教えはあるんですよ、はいはい、もうそれが一時中断して、もう生産に力を入れるだとか、うん、もうとにかく稼ぐっていうこと、そういうのが忘れちゃってるところもあって、うんうんうん、なくにしてもらうと思うんですよ。娘さん超パワフルですね。これすごくない？これ何キロなんですか？350キロ。これ自家製の台車。あ、手作りで出てくる。わあ、でもこれでちなみにどのぐらいの、今日下ろしたばっかりだからね、350はあると思います。350キロで何日分ぐらいのご飯になるんですか？あ、これで1日1日、ええ、14頭で、ええ、食べきっちゃう。すごいな。14頭で。そりゃご飯代もかかりますね。いや、本当大変ですよ。いやー、初めて見ました。これは開発されたんですね、松井さんが。もうこの体操はね、この移動用の一タワーって言うんですか？呼び名は何て言うんですか？ワンロール。ワンロール。ロール、ロール、ロールって言うんです。まあ、もうね、ランキングアップですからね、もうそろそろね、早いところだったら、はい、あの僕たちこう走ってあれば、はい、そのうち始まりますよ、草刈り。あ、そしてそれを乾燥させたら巻くの。そういうのはもうなんか他に やられる方がいて、マジさんもそれをやりに行ったり。いや、そういうことない。そうじゃん。これは出来上がりを買うんです。はい。ちなみにこれでもいくらとかっていうのは、ピンからピン。ピンか。ご飯のその良し悪しがあるってことですか？そうですね。草の、草でも値段が変わるんです、ね。
と、あと乾燥の具合だとか、今、北海道のエゾって、エゾ梅雨っていう、はいはいはい、どうしてもね、あの草を刈るほどに雨が入っちゃう。だから最低でも3日あの晴れた日がないと、はい、刈って倒したやつに雨がかかってもダメなんです。それで悪くなっちゃうんですね。だからもう天気のいい時に刈って乾燥させて待ち取って、っていう風な段取りにしてもう何年もね、はい、その雨で雨で雨で、刈り遅れちゃうから栄養価落ちちゃうんですよね。はあ。先生さん一人でこの350キロを今一つずつお部屋に入れていく感じになるんですか？いや、一応こうやって部屋の前に置いてあるんです。あの必要量を、はいはい、で、馬さんはこう首を出してこう食べる感じです。あ、通常はこう部屋の中でこう、これは余ったやつなんですけど、はいはい、こういうところでこう入れて、はい、食べさせるんですけど、うんうん、もう一人ぼっちじゃないですか。あー、なるほど。顔を見合わせていると隣も隣もいる、ね、今日もいるねみたいな、そういうのは、それはもう松井さんの自分のアイデア。アイデア、これはね、なかなかいいですよ。うんうん、ね、楽しく夜たあの遊ぶ会話というかやっぱお互いね、鼻くわしてやってブラーとかってやってるからね。うんうんうん、馬同士の中でなんかこのボス的なそういうのも出てくるんですか？あ、います。あ、あるんですか？うん、あの今日相談の時にね、はい、暖房物でね、暖房物それで拠点されてるのがいるんですけど、はいはいはい、それがやっぱりボスですね。あ、ここはね、はい、あの拠点されたあの馬たちの元男、はい、ああ、元男。なるほど。センバっていうね、あーっとね、これに性別によってセンチってなこれ、ほんとここが男女ってなるんです。オスメス、ええ、で、虚勢されるとセン、ええ、オスはボバ、ボバ、ボバ、はい、メスはヒンバ。あ、ヒンバはよく聞いたことありますけど、ええ、ボバっていうのはまたなんで、なんであんま聞かないもんなんですかね。で、なんか、ね、まあ、オスオスって言うからかな。ボバ、ボバ、あの、競馬会ではボバですね。うんうんうん、あの、拠点されたのは千馬。はい、やりにくなります。ただ、今日、ね、メスが2頭いるのと、はい、このグループの隣に、はい、メス2頭いるんですけど、はいはい、多い時はね、5頭ぐらいのメスがいたんです。はい、千馬だと、はい、やったわけだからね、あの全然メスもそれほど相手にしないんですけど、うん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 、今一頭その G1 取った馬、取った馬が、はい、一頭いるんですよ、安田記念取ってるの、はいはい、うん、浅草田園、G1 馬ってことですか？ええ、はあ、これそうですよ、これも G1 馬、この安田記念、わ、G1 入ってますね。ええ、やっぱりあれですか、お客様とかは G1 の馬に乗りたいっていう方もいらっしゃるんですか？これはもう小老婆として置いてるんで、うんうん、あの、あ、逆にあの乗馬できない、ね、役割の馬じゃないんですよ、競走馬は。いや、いいんですけど、うん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 、これはもう全くいろんなところで手かけてね、はい、人乗せれるようにっていう手かけて、もう全く無理。ああいうこと聞かないってことですか？暴れちゃうっていう。暴れちゃう。すごいですよ。こうちょっとしたらこう風だとか、はい、うん、まあ、うち今ツバメの巣いっぱいあるんです。はいはいはい。シャン！で、あのツバメが虫取るのに飛んで歩いてたけど、うわっとなっちゃいました。おお、ちょっと神経質というかこう気が立つ感じなんですよ。そうですね。だからこう一回ね、放牧する時なんかでも、はい、後ろから馬が迫ってくると、はい、かなり危険なんです。なるほど。すごい。
だからね、はい、後ろから馬こう来るじゃないですか、はい、競馬の時に、はいはいはい、とにかく逃げよう逃げよう逃げようで、あ、馬の本能みたいなのもあるんですか、はい、その追われると逃げるっていう、はい、あ、こう逃げるのは馬の時だから、はいはいはい、とにかく逃げるんですけど、うんうんうん、だからそれが神経質だからかね、ビビリ屋さんだからね、うんうんうん、なおさらなんじゃないかと思います、うんうん、松井さんに向かってこう反抗期みたいになることは、あ、それは全然ない、あ、それはないですね、今はもう全然ないよ、うん、最初はね、あのそんなローカルな競馬クラブなんか自分の人生で初めてだから、はい、すごい警戒してたんですよ、うん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 、何されるんだろうって、はいはいはい、ところが毎日遊んで暮らせるから、うん、もう自由気ままに、うん、今ここにこの窓のところに見えるんだそうです、この真正面ですか、ええ、真正面に今映ってるのが That's the Plenty G1 馬、おいくつになるんですかね今だと、今何歳だ、20歳、その体重というか、なんかこのよくテレビで見るその障害物競争というか、それに出るのなんか大きく見えるんですけど、なんていうんですかね、重さっていうのは馬って何キロぐらいまで大きくなったりするんですかね、今いるのは何キロぐらいですか、500キロぐらいだと思いますけど、あのザッツでね、あの今横切って黒いの、あれは600から700近いかもしれない、大きいっすね、なんか競馬で見るなんか馬はなんか300何十キロぐらいなので、うん、やっぱちょっと絞ってる、それとも若いから、ね、動いてるから、絞ってるんです、アスリートみたいに、人間だってそうですけど、はいはいはい、動ける体にぽっちゃりとした人が、はい、あのスポーツやらせてもね、うん、できない、 あまりいい運動ができない、橋本くんご飯来ましたよ、ね、だから絞ってるんです、うん、今が馬としてはサラブレッドに生まれて出して幸せなのかどうなのか、若いうちから朝早くからね、ちょっと好きでもないのに、バンバン馬なってそうじゃないですか、もう能力検査の時にね、この間は帯広で問題になってまして、あ、もうあれひどかったですね、顔蹴られるのとか、でもあれが普通の商談の一角ってことですよね、なんか同じ日に2回なんかあったみたいで、やっぱり今まであるから、それ日常になって、もうそれを咎めることもないし、松井さんみたいにこうやって愛を持って接してるっていうのは数少ないんですね、やっぱこう競走馬というか経営になるともう馬にそういう客体じゃないですけど、まあ、ものとして扱ってるっていうか、今でも競技一番ってそれぐらいなので、はい、あのとにかく深く、そして自分に服従させる、あのアメリカのカロリーって未だに馬でしょ、これを買ってくださいとかって何か十分なく生産して、はい、そしてもう手当たり次第に乗ってるんです、そしたらそれをこう調教するっていう部門がないんですよ、うんうんうん、そしたらもう全く芝を連れてきて、はい、そしてそれに蔵をつけて歯につけて、そして乗らなきゃいけないんですけど、はい、もう今はもう野生化してるから暴れる、はいはいはい、そしたら仕事まず、あの、叩くそしたらもう、馬が諦めて、もう殺してくれっていう状態までやる、もう本当に追い詰めちゃう、うん、そしたら、その人間にはもう生涯逆らわないんですよ、逆らえなくしちゃう、怖くて、うん、そういうやり方してるんですよ、調教さん、それはあれです、日本のレースの馬も基本的にそれに近い、いや、それとは違うんですか、競走馬はそういうことはしないんですけど、
いわゆるその平塚さん役からの商用馬の中には、はい、そういう調教されることもいるんですか。まあ、これが女子ってことですね、今の。だから大きな牧場になると何百頭も飼ってるんで、で生まれてくる数もすごいじゃないですか。はいはい。そしたらね、その全国乗馬クラブ振興協会には、はい、馬の競り、乗用馬の競りっていうのが騎手を出る9月、はい、舞ちゃんがそうなんですけども、ね、はい、岩手の遠野に JRA で管理してやってるところがあるんですよ、はい、ここの競りと日本では基本的には新馬の競りっていうのはこの2カ所でやってるんですけど、はい、だからそのもともとがね、乗用馬を生産するために表向きの看板はそうなんですけど、はい、乗用馬の生産がメインだった人じゃないんで、はい、だからやり方としてはそういう、古いやり方をする人もいるんです。ああ、それはもう法律的には決まってなくてもその個人の人の勘で OK になっちゃってるんですね。もう下火になってるんですけどね、でっかいです。でっかい。でっかい。はね、大きいんですよ。小さくないんですよ。はい。でっかいの。でっかい。でっかいが正解です。なんかこう、やる。でっかいって、小さい図使いたくなるんですけどね。はい、でっかい。に、立派な、競馬場があるんです。はい。中標津っていうところにも立派な競馬場があって、中標津はもう清水さんの高倉健のね、はるかなら山の呼び声っていう映画があって、うん、その時に中標津の牧場をで撮影してるんです。はい、うん、その産業祭りっていうかね、はい、そういうところでね、競馬やるんですよ。例えば。はいはい。だからその、全土から集まってくるんですよ。だから浦川の飛行機少年団、はい、競馬の少年団が来るし、それはそれをね、もう賑やかなね、お祭りなんですけど、馬は別会だけなのかな、もう。かなり行ってないから、あれですけど、そんなとこでもね、はい、言うこと聞かせようっていう意味でも、数字関係の中で、平気で叩いてる人いますから。え、その、祭りの中で、みんなが見てる中ででも、いや、子供たちもいたりとか、例えば自分の娘が落とされただとか、はい、競馬で出場レース出たんだけど、自分の娘を落としたから結果をするっていうことで絶対してる、そういうの平気でいるんで、ちょっと悲しくなりますね、そういうのを。だからその浦川のスポーツ少年団の子供たちに、お父さんそんなことしたって馬なんか良くならねえよとかって怒られたりしてる。子供たちの方がね、そこをちゃんと言ってくれるんですね。なんかね、そういう古いやり方してる人が結構多いんですよ。もうその人たちの年代はね、もう以前よりもずっと年上だから、もういなくな、お亡くなりになってる人多いんですけど、だけど、春馬のね、テレビだったのに調教ってもう春ぐらいから始めてもね、はい、どっかどっか体の骨を折ってる人多いです。あ、その振り落とされてるのは、うん、そういうことですか。暴れるから命がけでもあるんですね、やっぱそう教えているっていうのは。ハスイさんの怪我っていうのもないんですか、蹴られたとか、その乗馬時代とかでも落馬だったり、趣味でやってることをしたことないんです。こちらに来てからは、そのたまたま大きい怪我みたいなのを、それはね、はい、わかりました。でもちょっと長くなりましたが、取材ありがとうございます。これからちょっとまたじゃあドローンの方で、はい、びっくりさせないように撮影しますので。周辺びっくりしてるので、はい、ここの場所だけなんで、はい、ちょっとできるんだったら、はい、ちょっとこう降りてきたり、はい、
でもどうかなと思うんですけど、はい、まいちゃん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 、こんにちは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 、あ、すいません、今日撮影で来てます、よろしくお願いします。まいちゃん、まいちゃん、今ドローン来るって、まいちゃん食べ物じゃないから、高いところが、これがあのあそこ、遠野のっていう。昔楽園っていうのは焼き土手でやったんですよ、はい、今これ液体窒素毛を染めてるような感じ、そうさせる、あ、皮膚をというか液体窒素にそのワフィンとかへぇー、これはもうこんなんだ、はぁー、冷たい焼けてますね、ねえ、もいちゃん。見たらね、皮膚がね、白くなっちゃう。今、お隣に来たのは、まいちゃんのお友達。何ちゃんですか？これね、はい、サウスキングバードって言って、はい、これがね、はい、競争場の時にもうすでに去勢されて走ってたんです。はい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 。女優馬になるために引退してから、はい、去勢されたんじゃなくて、ありがとう、来てくれた、まいちゃん来てくれてありがとう、今から撮影するね、大きいですね、まいちゃん、まいちゃん草食恐竜なんだもんね、草食恐竜か、マイノサウルスだもんね、マイノサウルスあだ名かわいい名前ですね、マイノサウルスちゃん、ですけど、なんか愛着ありますね、愛着というか、このおとなしいというか、すごい、ありがとう、ウエストパーレンシュです、ドイツの、あ、その馬の中でも種類が、あ、いろいろある、うわ、怖い怖い怖い、びっくりした、フランスの馬はセルフランセ、はい、うん、スペインだとアンダルシアンだとかね、まあ、他にもいろんな種類あるんです、全部ヨーロッパはね、大型の馬、日本はね、中にも種類結構今いろいろ何種類もいるんですか、これあそこでポツンと今左向いてるのが、はい、あれがトロッターシュ、トロッターシュ、マイちゃんまたお尻大会か甘えてるね、まいちゃん、で今後ろ向いて尻尾振って歩いてるのが、はい、ドサンコとトロッターのミックスで、ね、あ、北海道の千葉入ってるんです、ね、ほとんど見た目はドサンコですよ、北海道にも千葉ってあるんですね、千葉というか、そう、ジューマっていうんですか、なんて思うんですか、あのね、種類、まあ、ドサンコってね、もともと北海道には馬がいなくて、はい、本州、まあ東北の方がね、はい、昔北海道でニシン漁だとかで来てたんですよ、はいはいはい、その時に南部馬を一緒に船に乗っけてきて、はい、その魚を引くだとかいろんな作業でその南部馬使って、はい、そして帰りの船はね、魚だとか魚介類だけ乗せて帰るんですよ、置いてっちゃう、だから馬を置いてるんですよ、あ、ドジーと仲良しだね、うん、遊んでるだから
それが南部馬がにあの北海道に定着して、そしてあの野生化したのが、あ、野生化するんですね、やっぱり、ね、ドサンコです。もう今はさすがに野生の馬っていうのは日本にはいない感じですか？いや、いないことはないです。いないことはない、うん、いるんですか？こっちの方に野生馬今いるんですね。ここはね、根室の方に一頭だったかな、はい、一頭で、ここもやっぱりね、漁師さんたちが馬を置いて、はい、牛頭があるんです、はい、そこに馬を置いて、そしてあのから船でいろいろ作業で使ってたんですけど、うん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 、あの今そこを馬だけで生活してるんですよ。自然人の手を本当に何も、あのすごい、あのオスをどっかに出したのかな、もう数が増えすぎちゃうと、はい、あと近親相関になっちゃうんで、はいはいはい、この島も今馬の数増えないように、なんか新種だとかってなんか聞いたことがあるんだけど、そこはもうほとんどもう野生ですよね。海外とかでももう普通にもう野生馬っていうのは当たり前の感覚なんですか？ところではやっぱアメリカは野生馬いますね。群れで生活するんですか？馬は群れです。ハーレムですから、あ、オスが1頭で、あと女子って感じなんですね。へぇー、やばいじゃん。これは今ご飯を取っちゃったのかな。詰めてきましたね。詰めてきました、助けて。そうじゃん、取られちったの。あの見てたからあげたら取られちゃった。取っちゃった。またじゃあこうちょうだいって言ってくれてるんだ。ナンバーワン、これがナンバー、ナンバー序列ってこと、あ、なるほど、ボス、ボスは向こうってことですか？向こう序列でね、ボスが一番なんですけど、ボスがそうです。遠目でちょっと寂しそうに見てますね、舞ちゃんが。ドラドラ、名前呼んだら来ますね。小さく、いや、これがね、はい、この生まれて飼われたところの環境が良くなかったの。さあ、父母が同じ、こちらに注目をしてくれてますね。マイちゃん、マイちゃん、じゃじゃね、そってやったの。いやー、札幌町にね、こんな素敵なところがあるっていうのは、もう本当ぜひね、あのいらっしゃった時に、松井さんのお人柄も素敵なので、ぜひね、乗馬遊びに来てください。します。ちょっと、まあ、最初は上空から撮って、はい、高めで撮ってきますので、でちょっと上げて撮って、レースあった時に北海道を乗って有名馬、有名馬で北海道の有名馬、トロッターっていうのはね、はい、あの馬の保養でその早足っていうのをトロッとして、はい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 、その早足専門にある競技があるんですけど、うん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 、
それをやれる馬なんですよ。へー。して後ろに二輪の人間が一人乗って、はい、そして競争するケーガっていう競馬があるんですけど、はい、それね、道東の方に保存会みたいなのがあって、はい、まだやってるんですけどね。はいはいはい。オーストラリアなんかはまだそういう競馬やってるんですよ。だから馬がオーストラリアなんかにね、その思いっきり走らないでっていう感じなんですか。思いっきりっていうか早足、早足、馬も早足のスタイルっていうのができるんです ね。早足、普通波足ですよね、うんうん、4拍子波足、早足は2拍子で、駆け足は3拍子なんです。うーん、タッとかと、ね、